30秒前。はーい

きんぴらごぼうのキンキンピラピラお星様ラジオ今週も生放送でお送りしております。よろししくお願いします,お願いしますということで今日は、えー、すごいカウンターテーブルとあそっか、はい、そうそうね新しくなった「うん、FM 着のワン」の。 オシャレガジェットおオシャレガジェットだって俺なんかが今マイク持ってるいわゆるそのゴーパチマイクこのね頭がアイスクリームみたいになってて頭アイスクリームみたいないになってて手持ちがあるうまい棒みたいになってるのがいわゆるそのみんなが想像するハンドマイクですけど僕らがこれ持ってるやつこれなんかアイドルを応援するときのねああんか 色いてカラーライトみたいなまあそれかサイリウムか電マよねおしゃれ電マよねマジででもおしゃれ電マよこれ JBL でマイク出してるんすねこんなのそうだからワイヤレスで今日は放送もしててうわしかもこれあれだ充電式だタイプ C でしかもさこれ今その充電したらフル充電で何時間持つか聞いたんだけど何時間だと思う え3万年とかいや持ちすぎだろ何億年だろ時間の時間のお笑いは難しかったけどお笑いじゃなくてどんくらいどんくらい持つの俺の最初の予想的にはまあなんか23時間ぐらいかなと思ってまあまあまあこんだけ高性能だったらなブルートゥースなのかな10倍だった二20時間持つえっすごくないマジで1イベントは持つんだしそうそうそう受信機の方が12時間 持つみたいな実質12時間になるのかなそうだないやいや違う違うこれがほらブルートゥースだったら別にほら受信機でこうやって飛ばしてやってるはははいいいバージョンもあるけど別になんかほら携帯にただワイヤレスマイクとしてつないでこれだけで配信みたいなのも確かにねスピーカー自体がもうその受信機能付きとかだったらいけたりするのかなってことじゃないですか タイプ C があるからそのまま有線でつなげるみたいなことも今後できてくるわけでしょそういうことか。可能性だって出すのまあ今ねこうワイヤレス無線がだいぶ発達してるからそんなに遅延ないだろうけど有線でつないだ方がいい環境とかもあるじゃん。そうなんでもさ今ミキサーが前までキャンさんだったけど今中松さんに変わってるじゃないですか。ただ今この 新しいマイク、はい、そして僕たちが見るツイキャス用のこの画面のパッド、はい、そして今日映しているカメラ、うん、全部キャンサーの私物らしいです <laughs> え <laughs>、はい、これ今、ここに置いてるんですか、今日だけってこと、これ今日だけ、あなるほど、はい、じゃあ今日だけこれでやろうかってことなんですね、うん、あの6万のバカデカレンズを新調したらしく、<laughs> カメラのレンズ。 もうこんなこと言ったらあれだけどこんなお金あるんだったら俺なんかにちょうだいどれか一個ぐらいそんなことはできないキャンさんもねちゃんと自分の生活ちゃんと考えて買ってますけどめっちゃ上等だなだからすごいね僕なんかは今日はこのスタイルですけどおそらくまあでも来週もいるのかなキャンさんキャンさんがキャンさんが今日、中松さんのサポートになるのは今日までですよね。 ちょっとあと2週間いるらしいこれ、今後ずっといるぞー、<laughs> 実は <laughs> この経験上僕の経験則上な、なんかきな、3月、2月ぐらいまでいや、本当はなんかもう早めにね、もうあの金曜日は担当をもう中松さんに交代して、お休みの日にして、うん、他曜日を担当するみたいなのを結構、年明ける前ぐらいから僕、聞いてたようなあ感じする、ね。ははははいはいはい、はい どうなんだろうまあまあでもそれも伸びて伸びてっていう感じでまあいろいろねこう変動があったりとかして、うん、FM 技能案的にそうですいや別に中松さんは別に伸びて伸びてはちっちりの話じゃないんで。<笑><笑> <laughs> いやいや、いわざわざブースから出てきて俺らが見える目の前でやらなくてもいいじゃないですか。来 <laughs> 来週週んんよよ <laughs> <laughs> もう絶対、中松さんも一人でもできるはずだ,けどあだからあの先週か先々週ぐらいから、うん、中松さん一人でもやってましたけどだからまあまあ、こういうなんか放送のこう試験的なものも俺ら、f e c のやつだったら、うん、まあちょっと。 なんか事故があっても大丈夫だろうっいうことで <laughs> <laughs> 試ししてこういろいろやってるんでしょうねきっと。で多分なんかあの、うん、この試してるしねその事前にもねキャンさん、ね、あいやキャンさんのこうだからやってる、うん、なんかこの機材が、うん、こう何、今もう、はい、f m ギドアに入ってキャンさんの手元に入ったっていうのを、はい、僕今日松ツさんオードブルの松田健吾さんと,ちょっとお会いして。 なんか昨日ね、木曜日がオードブルのこの時間帯担当だからあ<ー>あの昨日 F M ギノン、FM ワ湾で夜中までカラオケ大会したよって言われて<う>でこのマイク、この JBL のマイクとおおあと1個、JBL のもうすすごいバカでかいスピーカーがあってこれをつないで,で携帯から音を流して<う>で今の携帯って歌詞とかも、ね、こうサブスクとか見れるじゃないですか。ははいはい、はい、見ながらもう、うん 夜中の3時過ぎぐらいまでカラオケ歌った二、うん、<laughs> 人二二人人で二人でこのおっきいブースでよ、うん、ギャラリーでカラオケ歌ったって聞いて新しい機材がまたキャンさんガジェット手に入ったんだなっていう前情報は今日朝なるほどね入ってきてて、ね、今日どんなものだろうと思って、うん、あ、今日もしかしたらキャンさんいないかもみたいなの俺は思ったんでけどキャンさんいて。うん

もう今座っているポジションでユミコさん大きいテーブルに座ってううんんっていう感じでユミコさんは大きいテーブルに座ってユミコさんはここの僕らが普段やってるブースに座ってああそうか3名は狭い名あとからアキラさんとかも来てほ本当にもうんかトークライブみたいでしたよねハンドマイク俺なんか持っていやだからトークライブスタイルいいねなんかハンド持ってる方がなんかやっぱりもう舞台立ってる人だからあれだなこの方が ちょっと芸人スイッチ入りやすいよな入,入,入る <laughs> めちゃくちゃやりやすいわななんかこれれに慣れてるな、うん、あと、うん、やっぱこうなかなかねその、うん、普段のラジオとかだと目見て話しづらいじゃんこう座って置きマイクだったらちょっとこう顔がねマイクにその口は固定しないといけないから、はい、こうトークライブスタイルでちょっとこう、うん、復讐のお前 <laughs> ASMR 言いばよ <laughs> ハンドマイクのことを生かしてお前 <laughs> ドクターペッパーの缶開ける音聞かせないでいいわよ今はぐじゅぐじゅの音も気持ち悪いな <laughs> うまい <っ S 2> <laughs> ちっちゃい声でうまいや <laughs> <laughs> やんいやっぱこれなんかいいね <うん S 1> このスタイルねそうだってだからこの間その,あの両人とその3名で話した時ももうライ,ブライブやってるみたいだったからまあまあゆびこさんの あの、エピソードが面白すぎたっていうのもあるんだけどめちゃくちゃ盛り上がったからねでもこれはなんか僕らにはすごいいい形かもわからん確かに由美子さんバキバキだもんんさババキキだったこの夜11時から平日ど真ん中水曜日の夜11時からだってなんか聞いた由美子さんとあのあデコボコトラベリングのリョウトとあの、中地後輩芸人この2人と由美子さん3人で 沖縄市かどっかで夜、なんかウォーキングしたみたいなだよね俺地元そうそうめっちゃあのキャンさんの地元みたいなところでやってたっぽくてでまあ、っていうかめっちゃ個人情報を流すじゃないですかでも、その領土はわかるじゃないですか、うるま市だし近いし中地とかって那覇じゃないですか。だからどん あっちまで走ったったてことかないや走るか那覇から那覇 <laughs> から走ったらまあまあ可能性ゼロではないけどまあ車で行って、うん、夜まあ日が落ちた頃がね走りやすいですしもうウォーキングということで、うん、歩かないよでもふもうそうね最近意識しないとな1時間ぐらい歩いたらしま,あま,あまあまあ歩いたね1万歩ぐらいかなうんうん、うん、そうなるねでもなんか中地が 楽しかったって言っててはあ歩きながらなんか話してるからかなそうそうそう話しながら歩くからすごく楽しくてで普段なかなか話せない話とかもするじゃないですかこう歩きながら夜ウォーキングってなんかもう言えないような話ばっかりいやいやもう由美子さんの話もうほんとえぐかったってなんかそうなんだあラジオでもえぐい話もうもう俺らが何普段事務所にいて聞くようなお話じゃないああ だってなんかなえ吉本にいた時のああああ先輩とかその同何同期とかなんかエグイメンツがいるんだよねあ,あねすごい方々とめっちゃエグイメンツがいてなんならもうもうちょっと頑張れば絶対売れてただろうぐらいのラインまでね吉本でもいいところそうそうそういいところまで行ってたっていうから、うん、いやいや。 ここんななとに戻っっててくるよ思まあ今いいろろねそれもいろいろあったって話も聞いたんですけれどもそうお笑い好きだったらもう誰もが知ってる結構王道な売れてる人たちとめちゃくちゃ絡んでるよね記憶が僕はちょっと定かじゃないんで誰かとは言えないですけどすごかった誰かとか言っていいのかいっといっても俺は今あれ出てこないだけのノンスタイル」さんとか「チョコプラ」さんとかあそこら辺ともめちゃくちゃ絡み合ったみたいな。 なんだったっけあの仁王町じゃなくてえっと吉本の劇場があるところで,<え>でその満劇満載劇場とかで泊まりんはもうんなもん大それたゲに出てないから <laughs> <laughs> そんなことないよや <laughs> が、うん、どなんかのそこの E ラインとかまで残って、えー、なんか舞台も立ってたりして吉本とかって劇場入りするだけで結構なでしょう。 難関なんでしょうん。で、そこからこう上り詰めてあの大きい劇場に出れるみたいな劇場もたくさんあるもんね。いっぱいあるいっぱいある。い,い,る、うん、いやすごいっす,よすごいよ。すごゆみこさんじゃあ普段ゆみ子さん猫かぶってるのか。まあ、ねや猫かぶってるというよりかは、うん、もう何やっぱ事務所にいてはいはいはい、はい、FNC にも改めてこう再沸かとして入ったから、うん、こうなんかついてきますみたいな感じをやってるだけだって<あ>んな,なるほどね。 だってその自分のその東京でやったお笑いエピソードとかはやっぱ聞いたらもちろんなんか話すからああなるほどね聞かれてないから話してないっていうだけそういうことかうん、うん、わざわざ自分からこう言う必要ないじゃないな、うん。まあそうだねでしょ私こうだったんですよっていう話でもないしねい、うんうん、そういうなんかこうな感じでこうマウントを取る芸人さんがでもないですしねはいはいはい公屋みたいな公屋<親> <laughs> みたいなメガネロックを描いたいな芸人ではないとうんうんそんな感じでもないですから <うん S 2> いやだからでも夜中に若男2人とえ <うん S 2> <laughs> かお前夜中にっえ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  どういういう <laughs> 確かにな,なんか行き過ぎたブルゾン知恵美みたいな,ねたい,な <laughs> いやでもまあ友達って思うんじゃない友達って思うかだってもう親ぐらいの女の子がいるまらまあ,まあ、まあ、親子って思う可能性もあるよねあ兄弟とまあ、親にしては、うん、ちょっと由美子さんまだ若いと思うけど40ぐらいだから、はい、そうだねでもまあ親子って思うか、うん 変なまあだから仕事仲間だとあんまりちょっとにあまあまあそうすぐには考えがたいよねどうなんで普通の人だ普通一般的な会社とかって、うん、その先輩後輩であだ,っだからそれもあほら業務にのうちに入ったりするじゃんすは会社のメンバーで飲みに行くとかってもう今そういう時代でもなかったりするからそれすらちょっと大変だとはい ね、思う人もいる世の中だからそういうお笑い芸人同士がまあどっちかがどっちかを知ってる人はね方と、うん、知ってるとか仲知ってるとかっていう人の方が多分沖縄多いはずだから僕、うん、が見たらあ芸人仲間でかなとかって分かるはずだけどそうねうんそのほんと確ちもやっぱ <laughs> 確にあの3人で歩いてるのを想像しただけでいもんだ,だってあの3名ってなかなかなんか構,構成としてさ、うん だって、両斗と勝が2人でどっか出かけるみたいなのもあんま見たことないから、由美子さんいなかったら、まじ限界だから、あの2人、犬猿の中ぐらいの、するかな同い年だから、同い年で、僕らとか、そのよう、オードブルとか、もうちょっとこう、多勢でいるときは別に難問ですけど、2人きりのシーンにしちゃうと、たぶ殴り合い、バチバチだから、ババチチまあバチバチってわけでもないんじゃないけど、 でも亮斗とか中地のことめっちゃ好きだよな本当はね本当は <laughs> あいつ中地って言ってるけどだから、ね、愛情の裏返しでしょそうねうんなんかそれは感じるなねいいんじゃないですかでもなんかそういうまだから世代越えてるけど若手同い年だから、うん、本当は認めてるけどちょっと認めたくないみたいなのが二人とも見えるよねんなんかあの二人はねあの二人だから特に、うん、あの二人は結構だから、うん、どっちもこう グッていきたいタイプの人だからそうでしょうねあの3名だけ同い年って甲斐亮と中地だけそうじゃん前はもうちょいいたんだよねうんうんうんもうちょっといたけど結構いたけどねまあフェードアウトしてお笑いの世界からはいはいはいでその一個上世代が元市と今で言ったら港港かぐらいかで ああとシュータとかもねあ、シュータもか、そっかそっかシュータも最近ちょっと復活してますからねうん、うん、なんかもう定期的に月曜日話してますよね、この時間帯ですよね、レギュラーであ、そうなんだ二人で話してると思いますよ結構シュータがこう、今こうおねコンビを復活して、うお笑い熱が今こうエグいんだエグいっていうのを聞きましたよ、なんか なんかねねまた単独ライブもやるとかあそうだよね四月に四月末でやるんでしょやるって言っててすごいこうかかってましたけどなるほどだそうですよお笑い劇場四月は出るんかなおそらくあ出るんじゃない四月がなんかデビューみたいなこと聞きましたけど四月の二十一日これ行っていいんかなおなんか俺なんか行っていいとか行ったらダメとかも聞かないからわかんないけど別にいいだろうねデビューだったと思うよあじゃじゃじゃ 4月からは一応出るっては聞いてますけどで僕なんかも前回のお笑い劇場で点数を上回るあのすんごい秒数オーバーしたんでマイナス49ポイントになりましてかすったね1秒につきオーバーしたら1点ずつなんですけどマイナス引かれるんですけどだから僕なんかも来月からランキングライブ形式になって2分3分4分なるみたいですけど2分のコーナーで。 もうまかないとバあっでも久しぶりのそうだから俺それこそ俺なんかが入った時にちょうどもう「にらいかない」はやっててでも芸歴は一緒なんでしょえっとプロ入ってからはねそうそうそうだ俺なんかは入ってから始めたみたいなもんじゃあっちはこの中学生ぐらいからずっとそうそうライブには出てたからでまあ 年下だし、一応、同期なんだけど、ちょっと芸歴的には先輩なんかなみたいな感じでしたけど、はいはい、だってもうナトは出会った時にすでに完成されてたもんね。ト<港>もう今のままだとさ、<laughs> もうずっとずっと変わらんよな、ずっとあの感じ、うん、ずっと口とか、人の文句しか言ってないよな、あいつな。<laughs> でもね、ト人の文句言ってますよねって言ったら、友治さん、ちょっと不機嫌になるから。ね、あんまり <laughs> FEC から嫌われちゃうからそうそうそうでもいじるけどね俺はかわいそうだから行ったほうがいいけどなそれは社長ネーム室のおじさんだし社長でもあるからむしろ行って行ったほうがいいと思うけどね皆とか不機嫌な時はでも今めっちゃ楽しそうだや今楽しそう今楽しそう 今、楽しそうだけどやっぱり、この2合行かない港に対する FEC の特別待遇はえぐいよね。特別待遇、いいい、ねだろだか、俺、これちょっと言おうか迷ったんだけど、そのミーティングとかでも、なんかあんま触れてもちょっとなんか、やりづらいかな、なんか変な雰囲気になるかなって思ったんだけど、でも。港がかわいそうだと思う。 かわいそうだけど、うん、でも俺逆に触れないほうがよないかわいそうだから、うん、なんかちょっともう見をける覚悟でにらいからいだけ引きされてるからなとか <laughs>、うん、俺ちょっと今回のお笑い劇場の裏のそのミーティングとかではちょこちょこ出そうと思ってるデビュー早いっすね研修期間3ヶ月だたのにとか。<laughs> <laughs> あれ港お笑い劇場手伝い来いって言われたけど一回もプロデューサーからも許可されてないけど社長の力すごいっすねみたいなとかをちょっと見越してねシューターはめっちゃ来てたのよ出し方は考えるよ出し方は考えるけどでも消せよこれ今日アーカイブここまで直では言わないけどでもそれなんか港いじってあげないとそうだよじゃトをいじるやつが今いないんだよかわいそうさかわいそすぎる だってあいつも上だからあいつだからまあもちろんその要は平成一揆ってね若手でで、もちろん凸凹とか絶対言えないし元氏も同い年だけど元氏はねもう何を取ってももう港に負けてるから全てにおいて絶対絶対行っても何が教えてるわって絶対港でつっかかれるか言えないのよってなったらもうマジで僕らぐらいしか言わないで俺らより上の先輩は きっとほらもう社長とかとやっぱ一緒にやってた時期が近いから、まあな、かその社長のやっぱちょっと顔を気にしちゃって、うん、言いづらいみたいのもあるだろうしな言、言いにくいって思ってるけどそこ難しいっていうのはあるのかもしれないね。うん、こ,これ今日消せよ16名見てるやつ。<laughs> いやいいでしょ別に。<laughs> でもそうだな。だからこれは本当に FEC のためを思ってね、うん。 あ港のためも思って俺は港とやっぱ年も近いしやっぱり彼お笑いセンスやっぱりね抜きに出てるからまあまあそうではないそこまでではないと思うけど俺はお笑い好きではあると思うんすお笑い好きだなとはすごく思うのでだからもっとなんかその色眼鏡が強いじゃん代表作った代表の息子だし今おじが社長やってるしで高校生の時もね沖縄のお笑いの大会の o ワ1グランプリもこう 優勝して、一応沖縄でそれなりの白というかラジダブという帯も持ってたりとかっていうのがやっぱりちょっと逆に邪魔しちゃってるというかまあまあまあちょっとやりづらい部分もあるかもしれないね。彼が自身がそれを感じてるところもあるだろうしなんだろうなそれをだからそつなくこなせちゃうからそれが弊害になってるところもあるだろうなこの同世代の若手したいわゆる芸歴はしてたけどはいはいはい。 同世代がこう物言いいをしづらくなってるいうかねうん、うん、だってお笑い劇場とか全然なんかライブとか社長見に来なかったのにら行かないか関かれ始めてからしに来るような <laughs>、えー、<laughs> 言うなそんなことこの間の劇場の時だけ「どうも」って言ったら行っちゃうしろでちっちゃい社長が見てたなって言うなよ<笑><笑>俺のこう全然貴重なことあ <laughs> 来てた見 <laughs> て,<た>てました忙しいから差し入れとかだけあれあれ持ってきてましたか 確かに今月のお笑い劇場だけじっくり見てたなとは思ったけど言うな、そんなことは言うなよ <laughs>、うん。いやいやや言ってもでも僕なんかもすごくお世話にはなってるんですよ社長にはに社長にはめっちゃお世話になって,なってるだから2年ぐらい多分その朝全、全然前ですけどコロナ前とかですけど2年ぐらい毎朝毎週何曜日かに、ね。火曜日 火曜日か、えー、きんぴらごぼうでちょっとその友治さんに稽古つけてくださいみたいなので 3, 3時間ぐらいねい朝稽古みたいなのをお願いして、うん、でそこからメンバー集まってきて最終的にでこぼこの両ととかもね来てたんかなうん、うん、あとか、えっと、前田夏樹さんなっちゃんとあと誰だったっけ、えー、ミッチーさんミッチーさんか、うん、とぐらいかで港とかも途中から来てたか、えー、来たりとかもしてたかなうんうん、うん でそれで結構お世話になってるしまあその芸人的なところの部分でもきんぴら頑張ったら絶対売れるからちょっと売れてない時とかもねままあまあ売れてないけどまだ今よりも、ねない時ね、今よりもだいぶない時とかも励ましてもらったりとかもちろん他の芸人にもちゃんとやっていますよ語弊がないようにね。ねはい、あの一応ラジオなんで 上空も交えてて言ってますけどいや,いやだってこれ一途感と怖いさ、うん、ほら俺なんかのこと知ってる人はまたきんぴらがちょっと誇張していってんなって思うかもしれんけど、はい、もう初めての人とかがツイッターにきんぴらがこう言ってたってなんか確かにな <laughs> 書かれたら怖いからいやでもまあ今見てるのあ,あ,あ,あ大丈夫ですよ怖い側近が一番やばかった <laughs> 近くのスタッフが一番やばかった ピアな方もいいららっしゃいますからね、んあの人、ピュアすぎるばよ。<laughs> はい、ということで、まあえー、FEC の4月からの新年度の体制も、ニラいかないがまた新メンバーとしても入りますし、うん、最近デビューしたばっかりのさっきね、話した由美子準備中もそうですし、はい、他も、えー、今年度入った新人でいうと知恵だったりとか、ね、スーシーさん。 か芸人でいうとそうですねだから由美子さんそそううだねとかもすごくもう入ったばっかりからすごいね面白さを発揮してますんでもちろんきんぴらごぼうもそうですけどぜひお笑い劇場来てくださいねお笑いライブ今度の定期ライブが4月の21日第3あ違うゃな第3土曜日かなはいになってると思いますので。 ぜひライブがあるからでも近いライブがあと1個あるよね<あ>来週の金曜日5日にアウトプットっていうライブハウス、うん、あれ国際通り沿いってか入いたところね旧、うん、三越ののれん街の近くかなの方にあるアウトプットというライブハウスで音楽とそのお笑いのコラボレーションっていうライブ前もちょっと。 似たような感じのコンセプトのやつやったんですけど、えー、もう一回あります、こちら、ミュージシャンのアーティストの方が、ともりあゆさん、きわさん、アシュあらしさん、すいません。 友利あゆさんきわさん嵐さんで、えー「コメディアン」って書かれてますね、うん、芸人の方が「しんとすけきんぴらごぼうきおビルでこぼこトラベリングで」で、はいえー、これですねすごいんですよ1000円でワンドリンク付きのライブになってますお<ー>激安ああなるほどねだまあ1000円ぽっきりでドリンクもついてめっちゃゃいいじゃん、えー、お笑いと音楽2つ楽しめますよというライブでございます、うん、時間が19時からだったかな 時時時からですか、はい、19時からまあまあ2時間ぐららでですす間ぐいね、まあうんうん、めちゃくちゃ盛りだくさんの内容なんで,、ね、で前回ねその、やった時に僕たち主催の方、はい、結構その若い子がこう企画してやってくれてるんですけどうん、うん、結構その呼んでくれることが多くて「きんぴらさんどうですか?」って言って前回あのお客さん一人も呼べずに <laughs> ゼ,ロゼロ名で予約ちょっと。<laughs> <laughs> なんかしに気ま, <laughs> まずさ、大変でしたね。しかもお笑いのお客さんがいなかったわけよ、その日あ。アーティストの音楽のお客さんが結構来ててくれてて、お笑いのお客さん、本当1、2名ぐらいかな。だから、なんか、へえ、へえみたいな、このちょっとあのアーティストのかっこいいとお笑いのへんてこなところの寒暖差みたいなので、<laughs> 風邪ひきそうなお客さんいっぱいいたから。<laughs> 確かに音楽聞く時とお笑い まだからまあでもそれも音楽寄りのお客さんが多かったからののもあったと思うから結構お笑いのお客さんってどっちも順応できる人多いと思う今回でもチケットとかをね僕らもらってないからもうなんか誰かは確実に来てほしいですね予約の連絡をどっちかにねはい上げて2人ぐらいは呼びたいっすね呼びたいねなんかもっと呼びたいなもっと呼びたいけどそうそうそう まあまずはうん2人人ずつ二人ずつね4み4人いきましょうだってさ正味もう前回のライブほんとにんか滑るとかじゃない異次元のなんかムみたいな時間ネタ中にあったじゃんこんな日もあるから久しぶりだなこんな感覚みたいになりながらやったんですけど意外と。 それに来てたお客さんが、俺なんかの単独ライブ来てたの知ってた。ああね、来てましたね。面白かったからって来てくれてる人いて。嬉しいですね。嬉しいですね。だからありがたいわ。はい。また音楽畑の方とも一緒に、音楽のお客さんとも一緒に、ぜひ盛り上げていきたいと思います。畑みたいに。畑違いのねところでもね。畑違いの人と。健さん、うちらの先輩のボズベの健さんから。健さんからじゃないかな。匿名希望で来てるんですけど。 この前ミナトがいいネタできたって言ってたけど 2>、うん、こう2分のコーナーね、うん、僕らと一緒にやれば2分のコーナーで、うんえー、5位、e、くらいの中途半端な位置になれば面白いけどなははは悪いな匿名の人からね匿名の人から聞きました悪いな悪いよミナトでもミナトはマジでこの、うん、久しぶりに会うたびに<え>なんかでもずっとなんかネタのこと考えてる、ね、そうでもやっぱニラ行かないのネタって見やすいし、うん あのいいよね分かりやすいかりやすいから彼らがその当時大腕とか、うん、取った時にあった武器というかアドバンテージはやっぱりこう高校生があのクオリティでできてたっていうところはやっぱりこうすごくギャップがあって評価が高かったと思うんですよ。はいはい、であれ以来に、うん 僕は見ることになるので、たとえの単独ライブを僕はちょっと行きたかったんですけど、見れてないので、どんな感じになるか。にバイトがね去年まで、去年ちょっとだけ一緒だったんですよ。カレー屋のバイトして。本当に、え藤、脱法カレー。脱法カレーじゃないですね。そんなラリルカレー作らないです。まずいです、絶対に。そんなラリルような。 スパイス入ったカレーはちゃんとしたカレー、ちゃんと、ねえー、のバイトをしてたんですけど、うん、<laughs> カレーは全部ちゃんとしてる場合は <laughs> うんこ味のカレーぐらいではちゃんとしてない。<laughs> いやうんこ味のカレーもちゃんとしてるかもよ。<laughs> これの,そのバイトしてる時に月一でその、うん、一緒でバイトして、うん、でもその時もなんかずっとこんなネタ考えたとか、うん、なんかお笑いすごい好きだもんね。めっちゃ好きだと思う。きんぴらにやってほしいネタがある、うん もう一切どういう内容か覚えてないんですけど、覚えとけよ、それは。やってみてもらって、わーって言いながら。その、その都度でなんか話し合わせて、もう今空っぽでした。え空っぽにするんの?。思い返せませんでした。まあ、まあ、まあ、そういうね、あの、昔切磋琢磨してたコンビがまた帰って。くるということで、ありがたい、ニューライフ。ね、ぜひ。4月、一緒に合間見目。ちょっと僕ら的にもやっぱ刺激になります。もんねいや、すごくなるんじゃないですか?。実力があるのはもう分かっ。 出ますから、うん、前も見てるし、うん、そうそうそう2分ネタを2分やるうんいや俺なんか意外ともう2分ネタってやってないじゃんねだからなんかちょっと怖いね2分ってどうなんでしょうだから結構ルーズな漫才がさ最近多いから、うんうん、そこに照準合わせて結構やってること多いけどだえ m 1グランプリの1回戦予選とかはもう2分じゃないですかだからまあまあそこにちょっとベクトル合わせながらうん 漫才でもとかはキングオブコントやってみたいね久しぶりにね2分で人を笑わしきれるコントってもうでも本当にシンプルなやつとかがいいんだろうなでもコントってさ結構俺お笑い芸人にとっての特別な武器だと思っててトークとかは意外とタレントさんとかもできたりする人いるじゃんラジオパーソナリティとかもコントってマジで芸人ぐらいしかやらんくない 演劇ともまた違うじゃんそうだね劇と喜劇とかともやっぱ違うし、ね、違うなんかが,がっつりなんか話をができる時間でもないし2分で何かやりきるってえげつなくないえげえぐいえげ,えげいって言いそうだったけど <laughs> でもほらほん,ほんとに作り込みすぎて伝わらなくてもだめだけど、うん その浅すぎてもだめじゃんってだから難しいよね難しいっすねでそのパーソナルな部分を出すっていうよりかは、うん、そのちょっと作品としての面白さみたいなところもあったりするじゃんまあ2パターンあると思うけどそうです、ね、パーソナル部分出すコントもあるけど、うん、難しいよね難しいなあどっちかっていうときんぴらの漫才は少しちょっとずるしてるところもあるじゃないですかあまあまあまあ、うん なんかもう全部身につけてるものが全部携帯電話のやつみたいなコントする身につけてるものが全部ご,ごめんちょっと分からなかったんだけど例えばだからその脱法カレーやってるってやってないやってないですだとしたら俺冒頭めっちゃしゃべれてますき目が遅いです脱カレーの聞き目が遅いです ローで聞くやるローで俺が何時に食ったかもわからないだろ、ダッポカレー。ダッポカレー、食ってないわよ、俺。あと、ダッポカレーってないって言っごめん。そもそも、泳がすな、脱法カレーを。ダッポカレーがあるだけど、カレーだけににわせてみた。食ったかも、匂い残るけど、カレーは。炊飯器とかで作ったら大変なことるけど。食い流れをらしてね。ないっすよ、ダッポカレーなんて。ダッポカレーのコントする。おもろくない。 これ何の使ってんすか脱法カレーのコントめっちゃいいじゃん。おもろいじゃん。頭で出落ちで使ってもいいしそうだね。脱法カレー入ってみようとか。あめっちゃ面白い。絶対、キングオブコントも絶対通過するじゃん、これ。何が脱胞かによって、そうそうそう。ちゃんとテレビ向けて出せるような脱法の仕方だったら。めっちゃいいじゃん。 うわちょっとなんかやりやすそうだしね膨らみやすそうだしねで設定的には別にあるあるじゃん飲食店とかカレー屋さんなんかカレーを作るっていうカレーって入ってたらもうみんな入り込めるからなんとなくまあね既存のイメージがあるからねあっハーフそうですねハーブハーそうそうそうだから脱法カレーちょっとコント考えてみますかそうだね ややるるかかかかわんないけど、はい、単独とかでやってるかもしれししなもしかしたら <laughs> 作ってみてねでも2分コントだったらマジでいけるかもな 2>, 2分だったらやりやすいかもワード押しなのかな,のなんか使ってるもの押しなのかでいけるかもしれないす、ねうん、あんまり展開しないでもいいしねガーテてこのこワード押しでいけるかもしれないいいじゃんいいっすね結構ありよ、うん、今さオープニング始まる前ちょっとまあ 早めにスタジオ入るじゃないでか。で今日何の話するかみたいなちょっと打ち合わせするんですけどあの一個も話してないオープニングもう35分話してるけどでも結局そういうことではない一応なんかでも準備してたらじゃあ準備して俺最近思うけど一応なんかこれ話そうとかあれ話そうって最悪の準備は大切でたは思うけどあの結局出さないで。 違う話それて二人で盛り上がっる一番まあだからそれそれがそれできたらベストぐらいでまあね何かこう何か話題にかけてしまったらそうねそれにつなぎで出せるしないうことでいいんじゃない危なかったよ俺家にあのなんか途中まで話すなら家に電子レンジ導入したって話するところだったいいじゃん別に。 悪くないだろう電子レンジすごいっすね,ね知ってます電子レンジってみたいな話で乗り切ろうとしてたから <laughs> 今日「アナキンの夜に聞く話題ではないな」うんうん「ジモティ」って言ってもサイトわかりますフ、うんうん、リマアプリのはいはいはいなんか場合によっちゃタダでもらえたり、ね、そうよね自転車がちょっともうあまりにもボロすぎて走りはするけどパンクしてるから自分で直すんだったらもらっていいよぐらいのね 今3月のさ末だから引っ越しシーズンだわどねめちゃくちゃジモィーにその引っ越しで処分しますっていう方が多くてたくさんこう出されてるんだけどだからその半年ほんとかわからんけど半年前に購入しましたニトリの電子レンジみたいなの4000円ぐらいで出されててで電子レンジって結構幅も場所も取るし一人暮らしだしまあ全然自炊とかもできなかったから初めっから電子レンジ置いてたら。 なんか結構もう冷凍食品とか頼っちゃうね。そうそう頼っちゃって料理一生できないんじゃないかなと思ってうん、うん、買ってなかったんですけど、はい、なんかもうそろそろマジでしんどい人があるから <laughs> チンできたらめっちゃいいなと思って、ね。まあ作り置きみたいなできるからね。そう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 ,そう。結局ね。だから。 円円のところ 3, 円に値下げしてもらううーんついに導入したんですけど、はいいい最高だな電子レンジよあのおかずをさ野菜炒めとか作って突き、うん、してたやつをちょっと、はい、うわ味変したいなーで、はい、このなんか野菜炒めみたいのに卵生卵くしゃってタッパーに入れて混ぜて1分ぐらいチンしたらなんか卵とじのすごく美味しい食べ物ができてから <laughs>、はああこれフライパンだったらもう洗わないと洗い物も増えるしって思ってたけど。 すごくいいよなすごすぎるよあれは上等終わりです電子レンジ活用法みたいなレシピ本とかもあるからねとかネットで調べてもたぶんたくさん出てくると思いますしあと米とかたくさん炊いといてチンして作り置きで食べれるっていうのもすごくいいなあれってさお米って その冷凍するんん俺は生活アドバイザーの形ないよ <laughs> でも分かるさ自炊とか, <laughs> かそのお米をあのラップでくるんで冷凍庫にポイって入れといて<は>いあ冷凍庫に入れていいんだよね冷凍庫に入れた方がいいかもあ冷蔵庫よりもそれ普通にチン解凍してチンするだけでそれでいいってことだよね <うん S 2> でいでい,い,いそれでいいちょっとまあひと手間加えるんだったらラップ包んでるやつを軽くこう水でさささってちょっと濡らしてあげてチンするとちょっと水分もまたも あ若干戻るからううかちょっとこうふっくらなるほどねあれってラップままラップまま濡,濡らしていいと思うラップラップにくるんでるじゃんほど、うん、いてほどかなくていいもうそのままほどき解いたらたぶん余計あの水が弱くなっちゃうんでそ,うんだそのまま軽くパーてやってでなんかこたいにあの電子レ,レンジ対応容器みたいなのに普通のお皿でいいんだけどのあお皿に一応置いたほうがいいんだ置かないとたぶんこう水がなんかこの電子レンジ内にちょっとあれすら漏れちゃうはずだからなるほど まあ、そのままでもいいんだけどね別に<ー>、うん、問題はないと思いますいや電子レンジすごい僕の家に革命が起きましたいやいいですね<今>いや脱法カレーについて皮む、えー、こう心折り太郎さんがめっちゃ、うん、脱法カレー2日目が死にまずい <laughs> 脱法カレー甘口の原因が黒糖100%脱法カレージモティに出品されているというか脱法カレー大喜利が始まってるんだけどえー、な何こいつこいつって言っちゃった リスナーさんラジオリスナーさんね自分の脱法カレー大喜利の全部の答えの後ろに「わら」ってつてやめとけってわらだけはやめとけ分かるから俺んかやめないでこそ俺なんか芸人だから大喜利やってるって分かるからこれ伝わるかなでわらとかやらないといや違うこころ瓜太郎さんの配慮だろ違うこれは俺なんかにしなくてツイキャスコメントをほかに見てる方へ にも対しての配慮である、多分これはいやでもきん,ぴらきんぴらのラジオでは「はい、わらは僕」は大丈夫ですつけないど <laughs> 次から <laughs> 丁寧に「えー、してる」「まる」「わら」「まる」わら」にも「まる」つけ <laughs> おもろいな <laughs> モルックおじさんで、ね、モルックって、はい、あの今結構こう、うん、誰でもできる生涯スポーツがねあるんですけどこれを、うん、なんかこの間しかもなんかツイッターに見ましたけどこの方あのほらこの間の土日に。 HY がスカイフェスってライブやってたんですよ、うん、あのアーティスト呼んでそこもなんか広場とかでもこのモルック体験会みたいなのやってたんじゃないかな、えー、僕のすごいねスカイフェスで、うんうん、あれが当たってただからそのスカイあの何ライブステージじゃなくてもうちょっとなんかみ,うん,、うん、みんなでイベントブースみたいなところでやってたんじゃないかな<ー>違ってたらめっちゃごめんなさいモルック俺もやってみたいな面白いっすよ 結構面白いなんかえい棒にいうん、うん、1>, 1から何番まで書かれてるんだったら16ぐらいかなうん、うん、20だったか忘れななん棒があって16本だと思うけど、うん、で倒した本数同じ本当に同じ本当のこう木のちょっと太めの棒を投げて、うん、ボーリングみたいな感じでこう倒すんだけど倒した本数か1本だけ倒して、うん、1>, でその1本だけ倒した場合は。 なんかその数字が書かれているその数字が点数になるみたいなあその棒に書かれている数字が数字が点数になる,になるみたいなはあ感じだったじゃあ1本でこう高得点の狙った方がいいけど、うん、戦い方によっては先にたくさんそう一気にバランって16本こバラバラって倒してもいいしそっかそっかでも戻すのか全部1回 1> でこう倒れてパーンってこう弾き飛ぶでしょ、うん、最初はなんかビリヤードみたいにこうまとまってこう三角形に置かれてるんだけど。 でこうババーンって棒で弾き飛ばしたら弾き飛ばしたところからまたこう立て直すわけよあだから結構なるほど、ね、本当にそこはまたビリヤードみたいな要素があってみたいな<ー>そうそうおもろすごいよね、うん、<laughs> 結構頭も使うしはいはい、はい、もちろんだから高得点の1本を倒し続けられた方がいいわけでしょ、うん、でなんかジャストでなんか点数を,を何落としていかないといけないんでしたっけきっと ダーツの301みたいな感じでのこの持ち点がたぶん50点か何点かあって、うん、あそれをこの倒した本数かこう書かれてる本数でちょうど,ちょうどで消えるように50の時に10点のやつ倒したら40になってってどんどん数字減らしていって3とか残り3の時に4倒しちゃったらダメみたいなってことか逆に3本倒してもいいし3って書かれてる棒を1本だけ倒すとっていうのだったかな そう、僕もラジオカーで一回取材したことがありとか、えー、新都心公園とかでやってたりなんかするのでおうおうもし興味がある方ぜひ、うん、このカウムココロリ太郎さんの多分この X のアカウントでいろいろ情報も発信もしてるはずなんでんなんかこう、結構定期的になんか体験会とかこうみんなで本当に、えー、ラジオリスナーさん募ってやってたりともし,ますし,してますよ。 なんか芸人同士とかでやっても盛り上がりですね。いやだからほらえっとさらばあそっかやってるよね森田さんやってたりするなんか世界大会見たのもいってるもんな人口がまだちょっとまだマイナースポーツなところがあるから人口がまだいなくて日本代表とかっていうので行けたりもするらしいからすげえ結構面白い頭も使うから意外と面白かったですねぜひいいよな何すか モルックおじさんの話はあ、そうかそうか、俺俺の電子レンジの話だ電子レンジ <laughs> ごめん、話戻音けど電子レンジの話ジ戻さなくていいよ一回 CM 行こう, <laughs> う CM 行きますか十五分ぐらい話してるから、はい、じゃあ、CM ですどうぞ,どうぞあ、これツイキャスもこっちのマイクですか多分、このマイクああ、ツイキャスは自分誰だ脱法カレー これを食べたら天国行きキノのハーブのモリモリカレー脱,脱法の頃から完全異法じゃん <laughs> E ラインについた方がいいですよねだから脱,脱法って脱法って違法なんですかいや違法ではない、うん、なんか合法にするように作ってるハーブってことですよねだからそのこの E ラインを完全アウトみたいなものも出してもいいしまあそう。 ほうから脱してるって書くから体には悪いよねみたいなところでもあるんだろうな10秒前ですああもう1個もう1個そのままいすいませんごめんなさい気負っていただきありがとうございますわらやめれてだからわらもう癖になってるんだろうかこっちもよ昨年に引き続き スカイフェスでモルック体験会させていただきました、わら。もうだから使いすぎて、玄関でこびに出てくるとか,か、なんか iPhone でメール書くときに iPhone から送信って、もうなんかセットアップされてるみたいな感じなのかな、わら、はい、でセットアップ。 です秋のりも見てるっぽいよ。 チュンド道金曜日きんぴらごぼうのキンキンピラピラお星様ラジオ」生放送送でおおりりしておりますなんか FEC の話をしたからいい匂いを嗅ぎつけてかわからないけど、うん、FEC の芸人が聞いてるみたいですね。ね。あとでなんかいやケンさんが聞くのはいいけど、うん、まあそうでも秋キさんとかも多分俺ちょこちょこ聞いてるんじゃないかなと思うけどね。ああの人ラジオ好きだしね。うん、ラジオ好きだし、うん、俺なんかのラジオでもしょうもない話しかしてんからな結構な、うん。 それがあるから、そうそうそう、まあまあまあ、な、うんだからうちの芸人さんあれよね、うん、ラジオ聞くの好きな人多,くない,すか多いよね、確かに。具志堅さんとかはもうもちろんラジオ好きがこうしてね、今、うん、しゃべってたりとか、明野、うん、さんとかね<ラ>もともとめっちゃラジオやってる人もやっぱ多いもんね。まあだから本当に好きの延長線でってことじゃない？明野、うん、さんとかもレポーターやってるじゃないですか。お、うん、ラジオあんや,や,や 個もも何っっててななないいいい人あんんまりじゃか結構みんなやってねこれみんなそうなのかな他芸人さんとかってどうな他事務所どうだろうありがたいよねこういうコミュニティラジオとか結構あるから確かに僕らもだいぶ前からさせてもらってますけどまあまあ話していきますかいつもどおりいつもどおりあのねいや大事な話もあるんだけど1個だけあメール読む メールから読からみますこっちで見,れますよ見えます、はいい。これ、パッとめっちゃ上等やし。そう。上等だわけよ。はい。えっと、こっちから読みますか<お>はい。えー、ラジオネーム、はい、高野豆腐さんから。おありがとうございます。はい ごぼんのお二人、はじめまして、お初めて番組にメッセージを送ります。ありがとうございます。私はラジオが大好きな19歳です。え、バカ若いね。愛知県からリスラジオを通して聞いています。愛知県か。あら。すごい。ありがとうございます。高野豆腐さん。結構、FM 技能案聞かれてる方なのかな。え、ありがたいですね。ありがたいですね。私は高校を卒業し、働き始めてから1年が経ちました。お素晴らしい。 そんな私の職場はパン屋さんです。うん、店内ではパン、食パンや菓子パン、惣、うん、菜パンなど、延べ20種類以上のパンを販売しています。うん、最近ではフォンダンショコラパンの販売を開始しました。フォンダンショコラパン。わからん。フォンダンもわからん,し、うん。あのあったかい。チョコがね、こうな生地の中に入って、フォンダンショコラ、えー、なケーキがある。あるチョコケーキみたいなの。おいしそうな、ね、ことだと思いますね。うん ンダショコロパンの販売を開始しました<う>また地元の高校や企業福祉施設などにも移動販売に行くことがありますおすごいお二人はどんなパンが好きですかぜひ教えてください、えー、どんなパンかーいやーどういやー むずいねどんなパン出すか。僕はねもう母が母ちゃんがあそっかパン屋さんパンパン職人パンいやかつてパンを作ってたの発明発明したから発明しないですパンをこのようにパンという概念もゴミ革命起こしてないです。沖縄の母ちゃんはやってない。沖縄に初めてパン島に行った時お母ちゃんがカーマシー社がやってます。だいぶ先輩がだいぶ先輩がやってるから。俺なんか事務所のほらあのホテルロイヤルオリオンであっちにパン屋さんがあったんでそうそうあそこでパンずっとやってて。 ある日、パン生地を薄く伸ばすローラーの機械、指挟んでや怖いよ、そんなエピソード求めてないから、怖話求めてないのよ、今、急な角度で、おすすめのパンを教えてくださいよ、指先粉砕骨折しやゃったいいから、大事故になったなの話は。だからパンに結構詳しいんだど、だからもおかしいけどね、全然説明されてないで 僕はなんかこのなんかねこうベーコンが入ってるうん、うん、なんか稲の形したしょなんかパンがあるのちょっと硬いやつ名前があるんだけど<ー>俺ももう,もう今パトレークでベーコンが入ってるベーコンが。 三つ編みみたいな形。合法違法パンかも。脱法パンかもしれない。脱法どっちグレー合法パン。合法全然ホワイト。合法パンダンス。いけてるんだ。何だったかなでも美味しそうだね。だからそのメロンパンとか、ああいう名前、グワッサンとかあったその名前があったんだけど、それ結構好きで食べてましたね。那覇高校、僕ら出身だったんですけど、向かいにパン屋さんあって。

マッシュしたやつとかもあったりするじゃんはい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 サンドイッチとか卵が結構好きだよあとカレーパンとかねカレーパン美味しいよなあでももうわたしは塩パンとかだなあはいはいはい結構何年か前からグッとブーム来てるけど塩中にバター入ってる感じとか好きですけどあとパン屋さんに揚げパンあったら買っちゃうなうんいいよねうんこのちゃんとこう程よく揚げてる具合そうそうデニッシュ系とかも美味しいんだけどね 定番でこう買うってなったらやっぱシンプルなパンの方がやっぱ買うかもあれ、はい、なんかガッツリはがっつりは僕はあんまりいけないんですよだからそのなんか焼きそばパンとかガツンってなってるやつはっていう感じでございますいやありがとうございます高、はい、野豆腐さん引き続き聞いてくださいあと,あといつメール来ておりま,ま,ますかキンピラごぼうのお二人さんスタッフさんリスナーの皆さん「こんばんフライデー」えー「ティンクルちゃんですと」とちゃんとティンクルちゃんです、うん え3月の思い出の話をさせていただきます。思い出話デコボコトラベリングさんわさびのライブ、バチバチというライブを見に行ったり、うん、FEC 大笑劇場に見に行ったりして、とても嬉しかったです。うん、えバチバチでは、えー、このデコボコトラベリングわさびの合同コントの時にツッコみたいところが盛りだくさんでした。お<う>誰もツッコまんかったってことかなかもしれんな、えー。先月から聞き始めた、えーうん、ラジオもメール、はい、よメール読ました。 読読みみましたかな悲しいこともあったけど楽しいことが多かったですと来月以降も FEC のライブとても楽しみにしてますそしてお二人の活躍楽しみにしてますありがとうございますありがとうございます頑張りますねはい活躍で言うと明日テレビ出ますんでこれで絶対行った方がいいやつオープニングでするべき話で「A ランチ」という RBC の土曜のお昼の番組12時 11時58分まあ12時ぐらいから見てもらえたらはい、出ますんでぜひ見てください生放送で生放送で僕らなんかスタジオにいるみたいですねどうしようかななんかお互いどっちかがボケたら一応なんか誰も突っ込まんかったら突っ込むっていう迷惑だけはしつけとこうでもさほら MC がいるからむずいじゃんああいうのって MC の方に突っ込んでもらった方がいいのかでもこっちで処理できたらしたほがいいって でこれでだからその突っ込みでも落ちない場合があるじゃん。はい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 。そこにその時に二人であの落ちてその突っ込んでも落ちてなかったレスポンスなかったらあのちゃんと見よう。なるほど。あの MC 人を吉見と明日ミみこにさんなんで。二人でこうグッと顔見ればどうですか。どうだ。ウイキミピラコボーなんですけどどうですかって。 あれ、アルファベットの A に A のさ、周り囲んで座るじゃん、A のてっぺんにヨシミンとミキトニーさんいて、で A の左側俺なんか金んぴだけど、向かいに座ってる人たち、明日なんか、まあまあな、まあまあな、強い、強めんつだよな。俺の会社ボケきれるかな、まあでももう、別にね、楽しんじゃえば、楽しんじゃえば。 え3チャンネルかな、ぜひ、うんはい、テレビで沖縄の方、見てください、よろししくお願いします,いしますえもう終わりか、もうあと30秒です。はい、最後に、一話だけ、日あの不動産屋にですね網戸、はい、を交換してほしいっていうことで、10時半に待ち合わせしてて、お家に来てもらったんですけど、はい、来てからあの、見てから、ああ、この状態ですね、張り替えますんで、あのちょっと車に置いてきてるんで、取ってきますあ、なんで車に置いてるのかなと思いながら、待ってたんですよで、入ってきて、すいません、全部忘れましたって言われた <laughs> <laughs> また来週来るそうです。<laughs>